え皆さんこんにちはシュウです、えー、今日ね260人を起こしました本当にありがとうございます本当に嬉しく思います、えー、今後も皆さんに楽しんでいただけるようにいろ、えー、んなコンテンツを載せていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします今日はこれですねこの前ちょろっとねお見せしたと思うんですけどオメガこちらの ちょっと、ね、はっきりモデル名が僕にはわからないんですけどもキャリバーの283を積んでいるものになりますであのー、283はねこの前もちょっとちっちゃい方のオメガをやったと思います金向のやつですねあちらも283で非常に単純で、えー、壊れにくい有名なキャリバーでございますねでこちらがちょっと来たのでねお見せしていこうかなと思いますあ基本情報ですね 基本情報、一応ね、ケース計35.2ミ、mm、リ。あ、違う。んうん、そう、35.2ミ、mm、リ。ラグトゥーラグが43.9ミ、mm、リ。で、ケース圧11ミ、mm、リ。ラグサイズは18ミ、mm、リ。で、バックルは16ミ、mm、リでございます。ちょっと遠目から行きましょうか。こんな感じ。少しね <laughs>、 クリームがかか、ったホワイトと言いますか少しこれはあのエイジングではなくてもともと多分こういう色だと思うんですね白ではなくて少しゴールドかかったような、ね、少し変わった文字盤をしておりますでこちらも少しねサンバーストっぽいラインが入ってるのでそういう感じの文字盤ではないかなと思いますですごくシンプルなドルフィンハンド え秒針も単身、長身すべてこういうゴールドでございますねちょっとアップにしましょうかこういう感じでございます非常にね綺麗な文字盤をしていますこういうバインデックスなんですけどもちょっとねどう言ったらいいかな この内側が少しこうね、尖ってると言いますか。少しね、変わった形をしてて、非常に綺麗なダイヤルでございます。で、こちらの方にこのオメガのロゴが入っていると。で、こちらに関してはね、こういう風にね、ストラップのね、ホールがついてるんですね。で、こういう少しドーム型のプラスチックの風防。 で、裏。裏はね、こういう感じの、少しこう、盛り上がった感じの、裏蓋で、スナップ式。で、こちらはね、ちょっとね、取ろうと思ったんですけど、結構硬くて、あのー、今ちょっとね、こういうケースパックを取る、ああいうこじ開けっていうんですかね、あれの、こう、なんかなんていうかな、こう、 グリグリグリっとしてくるとこうグーッとしまっていくようなねクランプみたいなものがあるんですねこちらをご用意しているのでそれが来てからちょっと開けようかなと思っていますでバックルこういう感じのオメガのバックルですねこういう感じのオメガのバックルでこちらの方はあの僕このオメガのこのバックルのシルバーも持ってるんですけども 文字盤がこういう色だということと、針がね、こういうゴールなので、ちょっとゴールドを合わしてみました。こんな感じ。ちなみにこちらは最初はね、こういうオリジナルのレダーストラップがついてございました。オメガと入っていますね。こういう感じのね。まだまだ使えるんですけどもね、ちょっとね、僕の腕にはこの長さ、ちょっとだけ大きくて、 まあもう少し油をね入れてちょっと保湿してからもう少し考えようかなっていう形で一旦こちらは置いておりますでこういう黒のねレザーストラップに変えましたブラウンにするか非常に迷ったんですけどもちょっとねサイズ的に合うものがなくてこちらの方の黒にしててこれ実はねこのここに入ってるでしょこれロレックスの実は純正のカーベルトを僕ちょっと何本か持ってましてこちらの方をつけてるんですけども こういうアンティークのヴィンテージの時計のやっぱりラグ幅とかのねサイズが非常に見つけにくいのでまあこちらの方がぴったり来たので,でこれかわしつかなりやっぱりいいのでこちらの方を選択して今はつけておりますでちょっとねこうやって今この左側の画面にこちらのキャリバーの、えっと、画像が出てると思いますでこれもろにこちらの時計のキャリバーの中身なんですけども、えー、周りに結構ね えっと、ちょっとゴミみたいなものがついててこちらの方は一旦僕は掃除をさせていただいてできるだけきれいにさせていただきました最近ちょっとねこういうこれですねベルジョンの2584こちらの棒をね自分で削ってくゴリゴリとすると汚れが取れるのでこちらの方でちょっと一旦綺麗きれいにさせていただいたんですけどもう一度開けようと思うと結構きつくて硬かったのでえちょっとそちらの工具を今待ってる状態でございます で、この前ちょっとお見せしたこちら。これですね。ちょっとこういう耳のこういうやつ。こちらの方にこのストラップをね、つけました。こういう感じで、えっと、ハンドメイドで作っていただきました。ちょっとね、こちらの方、ラグがね、すごく細いのと、ここが1 4ミ、mm、リっていうバックルだったので、なかなかの市販では見つからないので、こちらの方は作っていただきました。結構ね、かっこいい感じの、こういう感じのね、 いいでしょなかなか質感のいい革なのでこういう感じのね片押しだと思うんですけどねすごくいい革なので結構ね綺麗な感じで馴染んでくれて結構気に入っておりますこんな感じこんな感じですねで今ね手元にこれがついてるんですね <laughs> ちょっと手袋取りましょうかこれですねあの <laughs> 最近 こういうヴィンテージをつけるようになってこのサイズ感ですね37とか8とかまあ3 5 6のサイズ感あのねすごく非常に気に入ってきていて最近 40mm を超えるとちょっと大きいなというふうに感じる自分がちょっといますなのでこの辺をねなので最近グライシンとか全然ちょっとあんまりこつける機会がなくなってしまってるんですけどもそういうこともちょっとね自分に本当に一番気持ちよくあい こう手首に、ね、馴染むサイズ感っていうのを、えー、ちょっとずつ見つけていって今後の自分のコレクションをきちっと絞っていこうかなと的を絞っていこうかなと思っておりますであの前にも言いましたけど僕1974年生まれなんですねで今いろんなものをちょっと手にはしてますけども最終的にはね1974年製と言われる、えー、もののロレックスのヴィンテージをね ちょっと一本探したいなと思ってます。オメガでもいいんですけどね、オメガの1974年ぐらいになると、まあまあちょっとこう未来っぽい形になるというか、なんかちょっとね、僕、あまり好きじゃないかなという感じになったので、ロレックスとかのプレシジョンですかね、あの辺のすごくオーソドックスなデートなしぐらいのね、手巻きのロレックスの程度のいい1974年製という証明がきちっとできるものをね、 ななんとととかちょっっ探したいなと思ってます最近あの、えー、ファイヤーキッズさんというところ東京の方にお店を持ってらっしゃる方の YouTube をね、えー、の勉強ですごく見させていただくんですけどもあのそういうふうにご自身の誕生日の年年の時計を探してくださいということこの前ちょっとおっしゃっててなんかすごく意味があるなと思ったんですねなのでちょっとファイヤーキッズさんとかにもまあ今後ね あの私海外ですので帰国した時に機会があればねぜひ寄らせていただいてまあそういうこともちょっとお聞きできたらいいなと思っておりますなので今はち,うんちょっと新しいものが増えるかどうかわからないですけどもえー、っとそういうものをちょっとねちょっとずつ自分があの本当にピタッとくるものをね探していけたらないいなと思ってますこれはこれですごくかっこいいですよめちゃくちゃ気に入ってますもうこのねこの薄さ最高ですここ このもう素晴らしく綺麗にこの湾曲がこの手首に馴染んでいくこの感じすごく気に入ってるんですけどねでちょっと今日こちらをちょっと手首にねつまらすんですけどよいしょこれがねよいしょ こんな感じですね。非常に綺麗になじんでくれます。こんな感じ。これね、この時代にしたら35.2ミ、mm、リ。まあまあ大きいんですね。うんなので大きめなんですけども、本当に綺麗にこういう風になじんでくれて素晴らしい、こう上品でね、かっこいい時計ですね。めちゃくちゃ気に入ってます。こんな感じですね。で、この前のね、こちらの方。 ちょっとねベルトストラップを変えたのでちょっと皆さんに見ていただこうかなと思うんですけどよいしょこれもよいしょこんな感じこういう感じど,どうですかかっこいいでしょすごくこうこの時計に合ってるレザーストラップじゃないかなと思いますこんな感じすごくね綺麗に 馴染んでくくれててめちゃくちゃゃ気に入ってますすこんな感じですねでね最近ねこれもうめちゃくちゃ前から実は持っててこれラドを右側がパープルガゼル左側が990っていうものなんですねでこういう単純なものの機械を自分が直せるかをちょっとやってたんですよでねこれ直りましたこのパープルガゼルはね直 たんですよ僕自分で直すことができましてちょっとねこの手間着に関しては少し重いんですけどもあのねきっちり動いてますなんかすごいカタカタして全然ダメだったしこのこれをね弾いても全然ダメだったものをいろんな YouTuber の方から勉強させていただいてこの前自分で思いっきりこう思い切っ,ってねこの裏蓋を開けてみてでこのベルトもストラッププレスレットもここをね 開けて長さ調整をするとなんとね動きました結構綺麗でしょこれはこれでねかっこいいんですねこのラド。うんなのでこちらはね今すごく調子よく動いてるんですよ時間これね合ってるでしょなのでこういうことをねで今これにチャレンジしてるんですよこの990でこれね面白いことに文字盤をね 綺麗にしようと思ってゴリゴリやったね、ここに実はね、細かいメモリが実はこれあるんですよ。これがね、全部消えました <laughs>。あの全部のっぺらぼうになってて、これはこれでかっこいいんじゃないかなと思って、これはよしにしてるんですけど、ただこちらの方はキャリバーとケースを固定するネジがちょっと緩くて、こんな感じで音がするんですね。なので、あのこちらに関してはそういうちょっと部品を探して、 よいしょこのねこいつもねすごく硬いんですけど一応ねちゃんとねこういうふうにねちゃんと治ったんですよ治ってるんですよなのでこういうものをちょっとずつ自分で手を入れてねあの面白いものをね自分で直せていけたら面白いんじゃないかなと思っておりますで今日はねとりあえずこのオメガですねこちら これをね、シーマスターと言っていいのかどうかっていうのが僕にはちょっとごめんなさい、わからないんですねあの。ジャンボって書いてる資料もあれば、シーマスターというふうに書いてる資料もあったので、そこは僕の中ではちょっとはっきりではないので、そこはちょっと言うことを避けさせていただくんですけども、こういう感じのすごく綺麗なダイヤルのオメガキャリバー283を積んでおります。こちらはね、またあの小じやけのそういう うんクランプが来ればね中とかを皆さんと一緒に見させていただいて、えー、ちょっと楽しめるコンテンツ作れたらなと思いますのでまたもう少しだけお待ちくださいませ、えー、今日はねこちらのオメガこの前ちょっとね載せてたので こちらを先にご紹介させていただこうと思いました。えー、またチャンネル登録いただくと本当に嬉しく思います。本当に励みになりますので、またチャンネル登録よろしくお願いします。コメントは必ずお答えさせていただきますので、またコメントもお残しくださいませ。本日は私のこちらのオメガキャリバー283を積んだこちらのモデルを皆さんと一緒に見させていただきました。 本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います。さようなら。